高性能の無人潜水機を積んだ新日丸も、今日は作業ができず、午前のうちに捜索現場を離れて、あわし港に戻っています。きょうも海保などが白床半島からくなし島周辺に、船5隻のほか航空機も出して捜索をしていますが、風が強く難航しています。先月23日に観光船カズワンが沈没した事故では、今も12人が行方不明で、今日これまでに新たな手がかりは見つかっていません。 一方、およそ120メートルの海底に潜ることができる4人の飽和潜水士を乗せた船は午後2時半現在、松前沖にいて順調に行けば17日に網走港に到着する予定です。関係者によりますと早ければ19日にも潜水士による捜索や船の引き上げに向けた調査が始まる見通しです。 また、くなしり島の西の海岸では今月6日に女性の遺体が漂着していたことがロシア側からの連絡で分かりました。でこの海岸は先月28日に3人の乗客が見つかったシレトコ半島の東側の地点からおよそ30キロ離れていました。遺体はフルカマップの病院に安置されているとみられ、海上保安庁は行方不明者の可能性があるとしてロシア側と確認を進めています。